はじめまして、おはようございます。ふめいです。ロード家庭科室。ああはいはい。なんかどっか行くところでしたっけ。メニュー、はい、なんだっけ。わからん。さて前回何で終わったんだっけ。まずい、完全に飛んでる。ガス供給されて、これか。コンロの火はついてるよって読んだっけ。コンロの火はついてるよ。で？で？でだ。これがわからない。ヒント。足りないベスト。あー、そっか。そっか。ベスト。ベストね。あの赤いところにもベストが必要ってことですよね。なんだっけ、ヒント。栄養素の2つのポスター。ポスター2つもあるんだっけ？うん。棚の上の栄養素ポスターにはお肉は赤のグループとか書いてあったよね。栄養素といえばもう一つ、点数が書かれたものも貼ってあったわ。なんだっけ。確か1日に合わせて20点取ることが望ましいとか授業でやったような。1日じゃなくて1日かな、これ。合わせてか。確か中央の装置は数字の色が変わるんだったわよね。うん、赤、黄、青、緑に変化したような気がするよ。そのうち赤、黄、緑は栄養素表にも含まれている。謎を感じるわ。ってことはあとは点数表の方かな。こっちは数字があるけど。数量は桁が違うから置いておいて、点数は怪しいわね。どういうこと？赤、黄、緑のグループ分けをして点数を合わせてみたらどうかしら。現状のポスターでは肉、魚、大豆、豆、牛乳、卵が赤いグループだよね。表によれば肉、魚は2点、大豆は1点、牛乳が2点、卵が1点で合計6点。つまりこういうことじゃないのかしら。なんだかうまくいきそうだよ。他のグループも足してみよう。どういうこと。あ、これか。あ、もしかしてそういうこと？ここに入力するのってあれか、あそこのマネキンの色ではなくこっちの色ってことか。理解しました。アイテム。これ覚えるの？メモ。違う。卵1点、漢字書くのめんどくさいな。卵1、砂糖1、これは果物、
果物1。見えない、君の頭で見えない。まあなんか穀類14、高いな。で肉魚に、肉魚、肉魚に牛乳、こんな感じでいいか。牛乳に油、油に豆1、野菜ね、野菜1、芋類1、これでいっか。はい、穀類、砂糖、油、穀類がこれだっけ。これと砂糖と油で、これ黄色かな、これが足せばいいんだっけ。17で肉魚、卵、大豆、豆、牛乳足すと6、赤が6、赤6、赤6、野菜、芋、果物、緑、3、 OK ですか。つまりリセックス、みどりさん、黄色17、赤6、あ、いたー、やったー。あ、あ、上の扉が開いたみたい。さて、開いたみたいはいいけど、画面このままなんだけどいいの？また後でなんか入力するってことこれ。あ、改めてあのマネキンか。中には教材とベストが入っている。あー、ベスト来た。ベスト来ました。ベストにはワッペンがついてるね。何かに着せてあったのかな。はい、アイテム調べる。ワッペンのついたベストだね。おー、持つ。では、せい。このベストはこのマナキンのものかな。この配置なら線がすっきりとつながるように見えるね。せやな。なるほどね。じゃあ改めてこれをメモしろってこと？全消し。赤61、緑9、黄8、青
25。こんな感じ？オッケー、いける？いける？いけちゃう？いきます。まず赤が6と1、緑が9、黄色が8、青が2、5、どよ。下の扉が開いたみたいだね。あ、フライパンが入ってるみたい。フライパン、中央に四角いシールのようなものが貼られているけど何も書かれていないわ。何かしら、これは炙り出しかな。調べる。家庭科室のフライパンよ。中央にシールが貼ってあるわ。このシールって熱したらマークが浮き上がるやつじゃない？持つ。熱したらマーク。このフライパンを熱してみたら。じいじいじい。あ、模様が浮き出てきたわ。なんぞこれ。何の模様だろう。ちょっと意味ありげな感じがするよ。アイテム調べる。熱したフライパンだね。何か模様が浮き出ているね。何これ。持つ。持つ。持ってどうする。さらに熱する。はい。あれ、今までここノータッチだったのこれ。これは何。電子パネルのロックかな。引き出し開かないし。電子機器はちょっと困るわね。なるほど、そういうことですか。調べる。メモした方がいいか。これも違う。前消し。ペッペッペーペッペペペペペッペケペペみたいな、こんな感じ。 OK。 はい。テキストスピーマックスでいいか。このメモを頼りに、どう回ってるのこれ。真四角なのにさ、これをこうで、こうだっけ？で、こう来て、こんな感じだっけ？あー、オッケーオッケーオッケー。開いたみたいだよ。中には包丁がたくさん入ってるね。お、鍵じゃん。あら、これは何かしら。ミシン棚。ミシン棚の鍵って書いてあるね。ミシン棚を開けるものかな。ミシン棚だっけ？まだ開いてないの。調べる。どうやらミシン棚の鍵のようね。じゃあ持つ。鍵どこだっけ？ここらへん？これか。あ、そういえばさっき調べたな。ダメね、施錠されているわ。開くには鍵が必要ねって、さっきこの鍵はここに入りそうだね。ガチャリ。開けてみたはいいけど、当然ミシンしか入ってないわよね。あ、でもさ、スイッチを動かすためのモーター、ここから取れないかな。来ました、分解。いつもの。なるほど、確かにいい案ではあるわね。
それじゃここはあなたの腕にお任せするわ。ついにユリカちゃん、私の特技を認めてくれたんだ。認めたわけじゃないわよ。適材適所だったというだけで。よし、それじゃ頑張って分解やっちゃうよ。行ってみよう。やってみよう。これは？はい。これは？これはただの装飾みたい。これはこのミシンが縫える模様なのかな。 A から E までの英語と線がごちゃごちゃしているわ。これも電子機器になるのかな。いや、電気で動くから電子機器ってわけではないか。ないよね。まあいいや。ん？あ、違うか。まずはネジを外しちゃおう。おい、これで全部取れる？これでカバーは外れそうね。うん、モーターは右にある金具の下にありそうだよ。金具ってこれ？まずはあれを外す方法を探そう。あ、金具に何か書かれてるよ。メモしておいた方が良かったやつかな。0から3の数字と線、何かの順番かしら。見れるよね。こっちか。点検し。A、B、C、D、E。点。ピーン X ピーン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 。シュッ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 シャイ。こんな感じ。これはこのミシンが縫えるパターンの模様を表しているのかな。こっちもメモする？0 1 2 3、ピポパペポプセイヤサパ。こんな感じ。これは？あれ、ブーリンが回らないや。君さ、本当にさ、普段使わないものの、なんだ？部品名っていうのかな？なんでそうポンポン出てくるの？ベルトが何かに引っかかっているよね。先に他の部品を外した方がいいわ。そんなポンポン出てくるもの？私が知らなすぎるだけ？まだ取り外せないわ。どこかで固定されているのペッシュ。あれ、押してみたけど反応が何もない。複数回押す必要があるのかしら。めんどくさいね。ん？この中だけで完結させろってこと？ほんとね。あ、分かったような分からないような。まず A。 A、 はいはい、0123。ん？これは
これはペッシュペッシュ。わからん。え、何がどういうあれなの、これ。これか。からん。ダイヤルには A から F まで書かれているわよね。そういえばカバーも A から E までの縫い目が書かれていたね。カバーに F はないけど、この2つは何か関連がありそうだよね。もう一つの縫い目と数字の方、あっちはどうかしら。確か一番左が0で、そこから順番に並んでいたよね。縫い目に注目してみると、一番左が直線で隣がクロスしているのね。その横は縦に2本の線かな。数が増えるごとに本数が増えるのかな。線が増えるか。あ、わかったわ。分かったの？分からない。少々お待ちください。すみません、お待たせいたしました。再開していきます。これは線が交差している数を表しているのよ。そっか、確かにそう考えれば数と縫い目の形が一致するね。どういうこと？そういうこと？あ、そういうこと。それをカバーに書かれていた縫い目と合わせて、交差している縫い目順にダイヤルで選択していけばいいはずよ。交差している縫い目順。はい。つまり C、B、A、E、D の順番でダイヤルを選択するといいんだね。なんて？CBAED、 CBAED、 C、B、A、E、D。 違う？あ、一回一回押すのこれ。こういうこと？いい感じ。これなら外れそう。あとはあのモーターを外していくだけだね。これ？ああ、はい、はいはい。まだモーターは固定されているみたい。なんだろうこれ、棒グラフかな。3段階しかないようだけど、何か意味がありそうね。まあこれは簡単ですかね。3段階ね。じゃあこっからこう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 。はい、簡単でした。これは簡単でした。そういうことね。これでベルトが外れそうだね。これでベルトの下にあったネジも外せるわね。これか。これでモーターを固定しているものはなくなったわね。さて、モーターを手に入れました。それじゃあモーターをスイッチに取り付けてみよう。
それより時のさ、分解したミシンはこのままでいいの？それは後でちゃんと直すから今は隠しておこう。あなたね。アイテム調べる。ミシンから取り出したモーターだね。スイッチに使えそう。持つ。スイッチ、あ、これか。開いてるやつね。このモーターをここに取り付けて、あとは蓋を戻してスイッチを押すと。ああ、これが動かないって話でしたね。そうだそうだ。やったね。無事ホワイトボードを動かすことに大成功。おかげさまでカードキーも見つかったわ。はい、これがあれば隣の部屋に入れそうね。さ、扉へ向かいましょう。アイテム調べる。目的のカードキーね。さ、扉を開けましょう。持つ。扉ってこっちじゃないの？これか。これっけ？それじゃあ、このカードキーをかざすわよ。やった！開いた！さあ、中を見てみるとしましょうか。開いた！って、これは？パイプスペース？やはり。私の予想は正しかったわ。張り巡らされた配管類、そのうちの一つに目をつけ、ゆりかは満足げに言った。これで道が見えた。さあ、カジノ君と修之助も呼びましょう。名探偵の推理を聞かせてあげるわ。で、合流と。さて、始めましょうか。始めるって、この3人で何をやるつもりなんだ？ 3 人、あれ、修之助は？補修帰りに捕まった彦道も加わり、3人は家庭科室のパイプスペース前に集合した。あれ、修之助くんは？ゆりかちゃん、呼びに行ったんじゃなかったの？修之助にはこれからの説明と。最終確認のために必要なお使いを頼んだ。なるほど、なんだかすごく助手っぽい。で、こんな風に俺らを集めたってことは、事件の真相ってやつが分かったのか？いいえ、これから話すのは今回の事件の核心へとつながる未知、呪いの数列の法則について。道だの法則だの回りくどい言い方だな。つまりはどういうことなんだよ。真相のすぐ隣まで来てて、残るはあと一歩ってこと？わけが分かんなくなってきたぜ。確かに混乱しちゃうくらいいろいろなことがあったもんね。学園で流行している呪いの数列という怪談話について調べてみよう。始まりはそんな軽い好奇心だったはずが、怪談はやがて事件となり、その姿を変えた。見つけるべきもの、進むべき道が霧に覆われたように見えづらくなっている。そうね、まずはおさらいを。ゆりかは手帳を取り出し、パラパラとページをめくる。私たちの追っているこの謎の再確認から始めましょうか。呪いの数列。何の前触れもなく、あらゆる場所に突然浮かび上がっては消える呪いの数字。これゆりかのセリフだったりする？カギカッコついてるもんね。ちょっと待って。何の前触れもなく、あらゆる場所に突然浮かび上がっては消える呪いの数字。かつて学園で殺された生徒の怨念にまみれた恐ろしいメッセージ。
それは死の宣告である。この世から消え去るまでの残りの日数を表した。そんな数々の噂に対して実際の目撃証言は目の前に突然数列に現れたとか、いつの間にか数列が書かれていたなど、小さないたずら程度のものでしかなかった。しかし増え続ける目撃証言と比例するように、次々と原因不明の体調不良を訴える生徒が増えていった。呪いの数列の階段に現実での出来事が近づいている。そこに焦りや不安を感じるのは確かだけれど、噂話に引きずられて見失ってはいけない。あくまでも私たちが求めるべきなのは、この現実に現れた数列の正体なのよ。こんなところかしら。二人とも大丈夫？うん。続けてくれ。いつ、どこで、どんな数列が、どのようにして現れたのか。そういった発生時の状況を調べていけば、必ず真実までたどり着けるはず。そう考えた私はとにかく情報を集め、リスト化していったわ。いつ？一日に数件程度、時間帯は不規則でバラバラ。毎日決まった時間に発生するなどということもなかったわ。ただし、その頻度は日を追うごとに増えてきている。どこで？学園内の至るところ。これもバラバラで共通点は特になし。強いてあげるなら人のいる場所ね。目撃者がいなければそもそも判明しないので、当然といえば当然とも言えるけれど、現れる瞬間を見逃していたというパターンもいくつかあったわ。それでもはっと気づいたら目の前にあった。目を離した隙に現れていたというような証言が圧倒的に多かった。後で気づいたという場合でも、人通りが多かったり誰かがいたということが簡単に確認できるような場所ばかりだった。どんな、これも基本的にはバラバラ。数列には様々なパターンが存在したわ。見た目の大小や色の違いもあれば、数列の内容や桁数もまちまち。筆跡も判別が難しいわね。ほとんどが乱暴に書き殴られていて、数字はグラグラと歪んでいるものが多いけれど、その中でいくつかの数列は内容が重複しているということも分かった。すごいことになってるな、これ。びっしりと書き込まれた手帳のメモを覗き込み、彦道は感心したように言った。こうしてみると、ゆりかちゃんと私の集めた情報を合わせると結構な量になるよね。しかし今聞いた感じだとかなりとっちらかってるような印象を受けるが、ここから何か分かったのか？ええ、一見バラバラに見えるものばかりではあったけれど、このリストを整理してそれぞれの関係を比べてみると、いくつかの発見があった。結構喉にくるね。よいしょ。まず内容の重複している数列をリストから抜き出し、発生場所と時間帯を比べてみる。同時間帯の数列は内容も全て同じであることが分かった。それらの数列は発生場所が同じものもあれば、かなり離れている場合もある。つまり同じ場所で発生した場合でも数列の内容が同じであるとは限らないということで。そして発生した場所から分かることがもう一つ、それはこの謎の範囲。呪いの数列の噂話と目撃情報があるのはこの学園の中だけ。街では全く聞かない。つまり学園の内部、もしくはこの付近に数列が現れるようになったきっかけ
元凶である何かが存在するのだと考えられる。私はこの元凶が学園内に無差別に影響を及ぼすようなものであると初めは思っていたのだけれど、数列の目撃者、そして最近体調を崩した人たちに焦点を当てていくと、すぐにそれが間違いだと思い知らされたわ。実はこの数列の目撃者となった人たちはほとんどが今日までに体調を崩していて、たびたび保健室を利用していたり学校を休んだりしていた。また周りからの証言によると、その人たちはここ最近呼びかけても反応が遅かったり、ぼーっとしていることが多かったそうよ。さらにはこの数列の目撃者となった人たちの中に、その後も何度か別の数列に遭遇したという例が出てきたことから、やはり数列を目撃した人たちには共通する何かがあるということが分かったわ。そういった条件を満たした人を、そうね、仮に数列の影響を受ける素質のある人と呼ぶとして、よいしょ、ちょっと水を飲みながらね長い、セリフが長い。呪いの数列はその素質を持った人の前にのみ現れる。つまりこの学園内を中心として不定期に訪れる特定の時間帯に、ある条件を満たした人物に対して影響を及ぼす何かであることが分かった。ちょっと待ってよ、ゆりかちゃん。私たちもあの夜美術室に忍び込んだ時に数列が現れるのを見たよね。それってつまり私たちにもその素質ってやつがあるってこと？そうね、あなたと私のどちらか、もしくは両方にあると考えられるわ。そんな。それでは二人もあの噂のように体調に影響を受けてしまうかもしれない。わかるはそのことに気づき動揺を示した。時野さん、あなたはあの夜美術倉庫で起きたことを覚えているかしら？うん、確かゆりかちゃんと遭遇した後一緒に美術倉庫に入って例の絵を見つけた後くらいに、何か変な低くなるような音が聞こえてきて、気味が悪いななんて思ってたら思いっきり転んじゃって、画材とかペンキとかを散らかして、おまけに電気も消しちゃったんだよね。しかもその後真っ暗の中、なかなかスイッチの場所が分からなくて、また何回も頭を打ったり、いろいろなぎ倒しながら転げ回って、ようやくつけ直したんだっけ。わかるは自分の失敗を思い出しては気持ちをへこませシュンとした。確かその直後だよね、あの赤い数列を見つけたのって。ええ、あの時は見事に私の足にペンキをかけてくれたわね。それはその、ごめん、まだ怒ってる？いえ、今はもう平気よ、むしろ感謝しているくらい。え、感謝って？それが一つのヒントになったからよ。実はあれから少ししてペンキが手や制服の袖にも少し飛び散っていたことに気づいた。パッと見ただけではわからないくらいの量で、ちょうど家に予備の制服もあったから、足にかかった時に飛んだのかな程度で、その時は特に気にもしなかったわ。予備の制服、さすがだね。お金持ちなんだっけ？うちならおふくろがカンカンだぜ。でもあの時の立ち位置や距離、角度などをよくよく思い出してみると、足に向かって転がってきたペンキ缶から私の袖の上にかかるのは不自然だった。むしろあの汚れ方はまるで
刷毛を思い切り振り回して飛び散らせたようなもののようだった。それってまさか。そう、この私が数列を書いたということでしょうね。信じがたいことだけれど。無意識のうちにってこと？そんなことがありえるの？ありえるかというよりも逆にそれ以外はありえないと言った方が正しいわね。私がその可能性を考え始めたのはオカルト犬の日誌を読んだ時だけれど、それが確信に変わったのは小テストの対象者と話をした時。長い。よいしょ。時間もだいぶ伸びてきているし、そろそろ終わらせてください。急だけどセーブしてやめます。続きはまた今度。長すぎる。俊之介くんも戻ってこないし。ということで今回はこれにて終了とさせていただきます。喉がだいぶやられました。ではまた次回。ジャーニー、あ、マウスカーソルが映ってしまった。編集で消せるかな。それではまた。ジャーニー。